館、はい、カフェマロンからお届け札幌ジーンズ館、イエーイ、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館です。はい、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはカフェマロンの代表取締役、はい、山中俊博さん。はい、山中です。こんにちは。よろしくお願いします。俊博さんでちょっと珍しいお名前ですよね。そうなんです、これ俊博なんですけど、はい、俊博という名前はね、割とあるんですが、この漢字はなかなかないかもしれない。この字持ってくるとお父さんなかなかですよね。うん、うちのね父親が、名前はちっちゃい子だろうと誰でも分かった方がいいということで、1年生で習う漢字をつけたと。なるほど、はい、言っております。それで俊博さんだそうですね。はい、お名前つながりでいうとこのカフェマロン、はい、これどういうなんですか、由来があったんでしょうか。はい、カフェマロンはですね、はい、実はうちの店長が猫のマロンでございまして、そういうストーリーがあるらしいんですよ。はい、その猫にですね僕は雇われている人間のマスターということになっております。どうですか、はい、その社長はマロンさんは、うん、今日はお店の方には、そうなんです、常時不在なんですよね。常時不在なんですか。お客様では結構猫が好きだからいないの、うん、っていうようなお話も伺うんですけども、なかなか、そこはちょっと大人の理由ですよね。なるほど、はい、オーナーお忙しいみたいみたいです。ただなんとなく気配はお店の中のそこかしこにね、はい、猫だけに足跡を残すみたいな。そうですね。はい、お店お越しいただければ、はい、ちらほらですねマロを感じる部分があると思います。はい、じゃあ山中さんご紹介するにあたり3つのキーワードを、はいよ、ご用意いたしました。はい、はい、こちらです。はい、4月1日生まれなんです。はい、音楽と写真が大好きでした。アーティストが好きなんです。この3つのキーワードで伺ってまいります。なるほどですね。はい、4月1日生まれなんですか。そうなんです、4月1日生まれですね。うん、はい、これちっちゃい頃はね、はい、早生まれの方はみんな覚えがあると思います。うん、4月1日ギリギリ早生まれですもんね。そうなんですよ。はい、なんか一説によると、はい、僕の前か後は4月1日から新しくとかっていう噂も流れたんですが、はい、違いますよね。いやでも分かんない、多分ね今でも、4月1日までなんですね。そうですよね。そうだからこう言ったらクラスで一番ちっちゃいさんな、そうです、はいはい、なわけなんですよ。で結構学校上がってから幼少時代の話を伺いますと、学校上がった頃ちょっと苦労したということでね。はい、そうですね、みんな身に覚えると思いますよ。早生まれの方って、そういると思います。まずね、誕生日をいつですかって聞かれるでしょ、はい、答えると必ず 80% の人が嘘でしょ、はい、って、またまた嘘を何もエプリルフール、そうそうそう、ね、うん、そうそうそう、はい、そうそこがねすごく子供ながらよね。あと、誕生日パーティーができない。そうですか。そう、春休み中、春休み中、うん、ね、冬休みとか夏休みならいいの、うん、そう、4月1日の春休みって、はい、お父さんお母さんも超忙しい時期だから。あ、そうですか。パーティーをしてるような世の中の流れじゃないんですよね。なるほど。はい、結構クラスでもやっぱ体小さい方だったんで、うん、運動とかね、うん、みんな早めの人に覚えがあると思うんですけど、うん、ね、ちょっとやっぱ体育とかみんなができてることができなかったり、うんうんうん、体育の時間一番困りますね。今でも記憶あるのね、跳び箱、うん、跳び箱、跳び箱はね、だって2年生と3年生だったら、はい、3段と4、5段ぐらいの差があったりするわけでしょ。で、まあ、そもそも体がちっちゃいっていうのもあったけども、うん、みんなぴょんぴょん飛ぶのに僕だけいつも飛べない、はい、逆に言うともう若干もう後から飛ぶ気もなかったんだけど、そうっていうのは大変ですよね。うん、で両親はすこぶる両親とも運動神経がいい方だったので、やっぱりこうちょっと、まあ、運動好きな子になってほしい男の子だし、うん、っていうようなこうエピソードがありますよね。そうね、うん、あったあった。うちの、ね、母親が野球大好きで、うん、野球大好きで、そう、はい、長嶋巨人軍 の世代ですよね。そうだ、男の子が生まれたらやっぱりちょっとそういう母親心理も分かりますよね。もう買ってきたわけです、はいはい、突然、ね、誕生日でも何でもないのにプレゼントだよって開けたら、うん、グローブ2つとボールが入ってて、はい、なんだこれは、なんだこれで、ほらちょっと外出てとかって言って、いや母親は僕とキャッチボールをしたかったんですよね、はい、男の子だからね。そうそうそう、うん、で
当然喜ぶだろうと思ってきて買ってきたんだけど、僕的にはもうスーパーローテーションでそう、でまあ、いやこんなんだったらテレビ見た方がとかってやってた、はい、そうだからね、母親が、はい、あのちょっとずつ距離を伸ばしていくわけですよ。でもうちょっと遠くから行くよって、なんでよって思いながら、だからね、あのふっと母親のボールが飛んでって、はい、でそれをああもうって言って追っかけた僕は、あのババーってダンプがブワッと通って、おお聞かれそうになった、はい、そうでもうこんなんやるかって、そこから僕はもうスポーツ一切やってないですね。あららららららら、いやこういうことって子供時代にあると後引くんですよね。トラウマ、トラウマ。そうか。もともとはだからこう、はい、子供の頃から、うんうん、まあ、文系といいますか、うん、運動よりはこうちょっとそっちの方が好きだったのかもしれないね。そうだね、はい、そうそう、あと、うん、山とか海とかはアウトドアのことはすごくしてたの、うん、だけど、まあ、当時はそれはスポーツの位置には入ってなかったんだけど、はい、うん、だからかけっことかね、あのなんていうの、何時までにここまでしなきゃとか、そうそうそう、これを一点入れて敵を倒さなきゃとか、そういうことでなければ勝った負けた、そうそうそう、1番2番みたいな、そうそう、は体を動かすこと自体は好きなんだけど、そうそう、ではありますね、はい、優しい子だったのね。でもその男の子って子供の頃からどっちかっていうとそういうのを、なんていうかな、あの大人の勝手な強い子になってほしいとかいう期待感というのは男の子だからこそこうちょっと背負ってるものってあるかもしれないですね。あると思います。はい、でもそればっかりじゃないんですよ、本当に。そうですね、本当、ね、大丈夫だぞみんな大丈夫だぞ、はい、お兄さんこう言ってるよ、そんなわけで4月1日生まれ、はい、結構その幼少期はですね、うん、あのこのことがあったから、うん、まあ、次に行くのかなというふうに思うんですけれども、ね、はい、そんな少年が、はい、中高生時代はこんなんでした2つ目のキーワードです。はい、言ってみよう。はい、じゃあ